中国歴史文化名人の同鎮の道里都鎮五高区は中華、人民共和国治安水省蘇州市に位置する四角区。五代十国時代の909年に五越によって県が設置された。現代には州に昇格するが、秋世に県に戻された。新代に人口増加から東部の五高県と西部の新沢県に分割された。九百十二年に再度合併され、百九十二年に 市となった。2012年に死活区に昇格。五郷は、東は、上海市西北に、南東は、石江省下吉県に、南は、石江省河工市と霧郷市に接し、南西は、石江省古州市に、西は、太古に臨む。北は、蘇州市五中区に、北東は、金山市に接する。五郷区には、山地はなく地勢は、低く平らで。 東北から西南へ向けて、緩慢な傾斜がある。南北の高低差は2.0メートル前後に過ぎない。区内には、太古がありけえ食い台運河が、南北に貫くほか、河川が縦横に走り池や湖が密集する、水郷地帯で、古来より、魚米の里として、農業や漁業の盛んさを称賛された。また、市中の府の美少がある繊維業の盛んな地域でもあった。 全市面積は1176平方キロメートルで、そのうち、水域面積は267.1平方キロメートル。コンピュータ、防石、光ファイバーケーブルが3本の柱である。産業の集中する区域は、五港経済開発区、川湖経済開発区、森沢鎮の3カ所である。交通は、かつては、水運が主であった。南北に走る警戒大運が、 東西に流れる太市裏川により、長江デルタの各地と密接につながっていた。日中戦争前に、蘇吉見線が開通し、五甲を貫通したが、戦争中に破壊され再建されなかった。2000年に、南北方向の蘇吉見区位高速道路と、東西方向の古蘇節高速道路が開通し、地域の合鎮を結ぶ道路も整備され、市内のどこからでも陸運が便利になった。 最も近い鉄道駅は京古線の蘇州駅で、空港では上海の公共空港まで80キロ。ありがとうございます。